皆さんこんにちは、ダイスです。今回はポケモンソードシールドをやっていきましょう。エガラルの山頂、最後のフリーザーを探しに向かおうと思います。冠雪原のどこかにいるので、とりあえず見つけに行きましょう。今回も臆病剣士連れて行きたいと思います。残念ながら控えめが出なかったので、このままですね。本当は控えめの方がおすすめな気がするんですけど、しょうがないです。どこだったら見えるかな、この辺。あ、いた。お、え、待って、フリーザー見つけたら部屋の中にまた顔見つけたんですけどね、この時期来るんだよね。やだな、ブーンって来るのやだな、どうしよう。あ、いた。イニシエの墓地の奥。の奥ですね。私はここにいました。でシンクロケーシーは役目を終えます。寝てもらおう、一回、怖いのでああ、びっくりした。飛び立った方向、ちょっと違う方向にいるんだけど、戻ってきたのかな。一回寝てもらって、はい、寝た。これでいいね、カエルがバトンタッチして、別に超前してないからバトンタッチじゃなくてもいいんですけど、してしなくてもいいかな。ミュで胸打ちをする。もう一回できる。起きたら次しびれ粉かけに来よう。電磁波でもいいんですけどね。暴風、まずい、混乱した。引けるかな、頑張れ、もう一回頑張って。自分変えた方が良さそうだね。凍てつく視線、専用技ですね。めっちゃかっこいい。今一つだからミュウでやりたかったんだけどな、ちょっと厳しいかな。しびれ粉かけますか。寝てもらうもありなんだけど、どうしよう。しびれ粉、やばい、危ない。頑張って。よし、これで戻します。はい、マギアナ、もう一回峰打ちしたいですよね。峰打ち、峰打ち、もう一回したい。あ、決まっちゃった、最高シフト。フリーザのしびれが取れた、まずい。頑張ってくれるかな。あ、しびれてる。
取ってあげたい。でももう一回やってみたい。頑張って、入った。あ、まだ黄色、赤ライン行くかと思ったんだけど。痺れてる痺れてる。もう一回ラインをね、赤までは持っていきたいですね。 HP1 まではいいから。うぇー、しびれてる頑張って、負けやな。よし、入った。投げよう。麻痺つけたいな。変えますか。あれ、違うサーナイト連れてきてる私。間違えてるね。催眠術するか。いや、もうこのまま。投げるは麻痺関係ないから投げよう。いつ入るかな。ボールの数はいいんですけど、ターン稼ぎたいよね。 PP なくなった。丸あがきが一番嫌だ。なんとかしてほしい。一旦使っちゃうし麻痺になっちゃうかもしれないけど、どうしようかな。攻め打ちすべきか。きついなー。ファイヤーよりもなんかつらい。入った。投げる。お、回った。一回だけ。お、困った困ったー、どうしよう。いや、でもプレミアボールには入れたいので頑張りますが、負け穴かな。あと127、数は大丈夫ですよね。よし、頑張って。ボールよ、回るんだ。そうだ、回るんだ。まあ一回だけだ困ったなあ。でもフリーザにマスターボールはね、ありだと思う。今回はあの色も同じだし、あの何でしたっけ、戦闘力がっていう戦闘民族にもちょっと似てるし、いいと思うんだよね。それもね、考えたんですよ。なんですけど、今作はもうプレミアボールで捕まえ始めてたから、最初のねレジロックだけねモンスターボールにしちゃったんですけど、プレミア数あるし、あんまり持ってても使わないっていうのもあるので、こういう時に投げたい、白いボールに入れたい。来るかも。今のは入ってもおかしくなかったよ。いや、困ったな。頑張れ、回って。いや、最初よりも回りますけど、いつ捕まるか分かんないですからね。厳しいな。まあ、ひっついてた方がいいよねって思ってくるよね、これ。やっぱつけよう、変えよう、一回麻痺入れよう。変えよう。きついな、一回出したら落ちちゃうかな。回復ターンを作りたいですね。ちょっと回復してからにします。マギアナはもう一回なんとかなるかな。なんとかなってほしい。サイコカッターだー。よし、はぁ、変えましょう。スミレゴナをかけます。
辛いな。暴風が来たら困っちゃうよね。サイコカッター大丈夫だと思う。よし入れ、投げるぞ、投げる、あれ落ちちゃうかな。ですね、急所だし。ありがとうバタフリー。いや今回の捕獲バタフリーは大活躍中なんだけどな。眠りごな、しびれごな、いいですね。もうちょっと早く使ってればよかった。来る？やったー、プレミアボールイン。いやできました、3丁全部これでプレミアボールで、ケイシーを臆病で連れてきてるので性格も固定できてる。ケイシーは B、 ケイシーは B。 またなんか変わらずの石持たせるの忘れた。はい、フリーザーです。ガラルの姿フリーザー、冷酷ポケモン。凍りついたかのように体の自由を奪うビームを打ち出す、フリーザーの名を持つポケモン。かっこいいな。スカイボックスに送って確認しましょう。個体を確認したい。冒険のメモ、鳥ポケモン伝説、フリーザーを捕まえた。冠雪原でフリーザーを捕まえた。それで体調報告が入るので、とりあえず先に見ましょう。特性は勝ち気です。あ、まだまだいけましたね、意外と PP は。臆病、やった、イニシエの墓地で捕まえました。もしかしたらみんなここにいるのかな、何箇所かいるのかちょっとわからないんですけど、どうなんだろう。とりあえず伝説の鳥ポケモンのゲットを報告しに来ました。鳥のポケモン伝説3つとも報告します。フリーザー捕まえました。どすげーな、報告してくれよ。ふんふん、そいつが氷を操る伝説のポケモン、フリーザー。確かに似てるっちゃ似てるけどよ、おかしなマスクつけてるし、全然冷やっこくねえぞ。ま、氷みてえで、ど、冷てえ、目つきだし、目つき。だいたいフリーザー。次は、サンダー。何？伝説のサンダーを捕まえただと？どすげーな、報告してくれよ。ふんふん、そいつが雷を呼ぶ伝説のポケモンサンダー。確かに似てるっちゃ似てるけどよ、なんか足もぶっといし、全然ビリビリ来ねえな。ま、ギザギザしてんのは違いねえし、くちばしの長さも合格だ。だいたいサンダーってことで達成しとくか。だいたいね。はい、次、ファイヤー。何？伝説のファイヤーを捕まえただと？どすげーな、報告してくれよ。ふんふん、そいつが炎の化身、伝説のポケモンファイヤー。確かに似てるちゃ似てるけどよ、触っても熱くねえし、柄が悪いヤンキーみてえだな。ま、薄めてみたら燃えてるように見えなく、薄めって、だいたいファイヤーってことで達成にしとくか。今ので伝説のメモ3の鳥ポケモン伝説は全部報告してくれたよな。よっしゃ、メモに完了の印つけてやる。やったー。だいたいみんな伝説ポケモンっぽかったってことだよね。失礼だな。残りの伝説終わりましたよ。って、ありゃ、おい隊長、今のでピオニープレゼンツ伝説探検ツアー全部達成したんじゃねえか。おお、めでてえな、こりゃあれだ、どすげえよ。しかし隊長のその熱心さよ、俺が情報を集めた眉唾な伝説ツアーなのに妙に熱入ってたよな。もしかするとマジで伝説のポケモンたちと出会ってたりすんのか。捕まえたって言ったじゃんね。はい、あとそれはいや、皆まで言うない。隊長の面見てりゃわかる、きっとものすげえドナイスな体験をしてきたんだろ。そしてその探検はお前さんだけの宝物、ちゃちゃ入れて冷や水ぶっかけるような真似はしねえぜ。大隊長、俺の伝説ツアー楽しんでくれてありがとな。か
感謝の印にこいつを受け取ってくれ。レアリーグカードもらいました。やった。しかしなんか忘れてるような。もう親父の声外まで丸聞こえだし。シャクちゃん、へえ、結構いいとこ泊まってんじゃん。あ、ダイスマックスダイスアーマの外ではお日さ遅い。あ、マジごめんってここも選択でシャクちゃんのセリフが変わってますね。本当に親父の相手してくれてたの、ありがとね。私ダイマックスアドベンチャー結構楽しんだし、親父のなんとかツアーってのちょっとだけやってみようかなって。はあ、え、やばば、何この空気。おい、今から新しい伝説考えるからちょっとだけ待っててくれ。パパと一緒に探検しような、な。え、いや、伝説考えるって何。てか圧がすごい、圧が。とりあえずあれだ、シャクちゃんのためにピッカピカに輝く探検機作ったから着替えて待ってなさい。いや、超光ってるし。やだ、親父のは普通なのになんで私のはゴールデンなのよ。だ、母わかりきってんだろ、パパの自慢の娘なんだぞ。目立たせて周りに自慢したいだろ。そういうとこ。もう気が変わったし、これあなたもらって。おい、なんでだよ、圧だよ圧。ゴールドセット手に入れた。私アドベンチャーに戻るから待ってて、ダイマックスポケモン。あー、シャクちゃん裏返しなのか、愛情の裏返しなのか。だー、ドタバタしてすまねえが楽しかったぜ。それとアジトをこれからも気軽に使ってくれていいぞ。さーて、これからはマナ娘と家族交流の時間だな。おい、待ってくれシャクちゃん。ゴールデン、これあれかな、ポケモンアニメゴールデンそういうこと。ゴールデンなだけに。はい、ということで終わりましたね。楽しかった。なんか落ちてる。伝説の間にハテナを手に入れた。ピオニーが落とした不思議なメモ、マックスダイスナースアナに光の穴が開かれた写真が貼り付けてある。これですよね、これね、アローラの上空にね、のやつです。これでも私ここに書いてあるやつがね、ちょっと難しいと思ってちょっと考えてみたんですけど、こちらの世界と他の世界をつなぐ謎の巨大な穴、モーン博士によって発見じゃないかなと思うんだよね。発見、向こうは私たちの知っているポケモンとは違う存在、ウルトラビーストが住んでいるとかじゃないかなって思うんですけど、多分違うかもしんないこんな感じです。はい、でも次回はね、アドベンチャーの巣穴に届けに行こうと思います。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you!